僕はギーク、漫画が好きな高校生、今日は寝坊しちゃったから学校へ全力疾走中だよ。うわっ、いてて、ごめんなさい。ちょっと、どこ見てるのよ。まったくもう、こっちは急いでるんだから。行ってしまった。やばい、僕も急がないと。ふう、なんとか間に合った。みんなおはよう。ホームルームの前に今日からみんなと一緒に授業を受ける子を紹介しよう。ジャパンからの留学生だ。入ってきなさい。晴れです、どうかよろしく。で、あんたは。え、あの時の。ほう、ギークと知り合いだったか。それならギーク、彼女に学校を案内してやってくれ。ええ、僕がですか。ちょうどいい、あんたとはちゃんと話がしたかったのよね。あわわ、これから一体どうなっちゃうんだ。ずんだもんなのだ。今回はみかんことリブロマンサーを混ぜたデッキの紹介なのだ。みかんこは装備してると自分が受ける戦闘ダメージを反射することができて、いろいろな装備を駆使して反射ダメージで戦うテーマなのだ。それに加えて万能サーチとなる儀式が存在していて、これは手札から見せるだけでテーマカードをサーチできるのだ。そしてリブロマンサーは手札の儀式を見せることで展開できるテーマで、最終的に出てくる儀式が直接攻撃を持つので、みかんこが削りきれなかったライフを刈り取ることもでき、手札から見せる儀式を用意できるみかんこと相性抜群なのだ。デッキ構築はいろいろあるけど、今回はエクストラを使わなくて回しやすいみかんこ要素強めの高校向け構築にしたのだ。それじゃやってくのだ。はっと、1戦目やってくのだ。ちなみに全試合高校となっているのだ。あれれ、まさかのみかんこミラーなのだ。反射ダメージを使う都合上、相手に高火力のモンスターを出してもらわないと何もできないから、みかんこミラーは本当に不毛な戦いになるので勘弁してほしいのだ。怪獣受けるかゲームになるのだ。相手はドラグ参りみたいなのだ。マクシムスは守備が高いからイーサンドバックになって助かるのだ。それにしてもみかんことドラグマは儀式で一応シナジーがあるけどどうなのだ。この時はまだエクストラが適当でデフレアラー入れてなかったので、変なリンクを落としてるのだ。これで相手はターンエンド。僕のみかんこの力を見せてやるのだ。怪獣を引けたので、まずは妨害になる大姫は退場してもらうのだ。さらにその姫はハーキーで破壊しとくのだ。誘発チェックのために止められてもいい儀式の準備を発動。ゾージーが来ようともワンキルするから突き進むのだ。でもまだ妨害があるかもなので、リブロマンサーから動くことにするのだ。共通効果で儀式をチラ見せして特殊召喚。ファイヤーは特殊召喚時リブロマンサーモンスターをサーチ。ギークをサーチして、そのままチラ見せ特殊召喚。ギークは特殊召喚時リブロマンサー魔法をサーチ。サーチしたライジングは発動時自分場にいないリブロマンサーモンスターをサーチ。さらにリブロマンサーを儀式召喚することもできるのだ。この動きがチラ見せ用儀式プラスファイヤーとギーク召喚権使わずにできるのが強いのだ。さて、ここからはみかんこの動きをしていくのだ。大姫で伝承をサーチ。伝承で召喚条件を無視して大姫を特殊召喚。スマホを採用してないのでこれでしか大姫は出せないのだ。伝承の墓地効果でみかんこカードを落として大姫の効果で墓地から装備させるのだ。そしてアラベスクの効果で装備していたマクシムスをバウンスしつつ、フーリをリクルートして装備を付け替えるのだ。フーリは対象耐性を付与できるので3人の中で優先的に出すといいのだ。そして反射ダメージとダイレクトで勝ちなのだ。圧倒的な動きが実際にハレルだったのだ。対戦ありがとうございましたなのだ。相手はシャドール、ミドラー氏が来ると面倒なのだ。シャドールプラス光属性ということはもちろんネフェリムなのだ。ネフェリムは特殊召喚されたモンスターをバトル前に破壊
してしまうのでそこそこ厄介なのだ。といってもみかんこ装備は効果破壊耐性がデフォなのでつければ問題ないのだ。でも大姫が装備なしでも反射ができるからできれば他のやつを殴りたいとこなのだ。それよりも手札が全く動けないのでなんとかしなきゃなのだ。儀式か装備を引ければなんとか動けるのでここで引きに行くのだ。もろはか相手に装備してワンキルするようなんだけど出し方なしなのだ。彼に装備して彼の装備非効果でみかんこ装備をサーチしてアラベスクで風流を出しつつネフェリムをバウンスなのだ。最後に風流の装備非効果でみかんこ罠をサーチしてバトル行くのだ。奴のリバース効果は最小を取るので風流の再生付与で効かないのだ。ライフを削りきれなかったのでセットしてエンド。相手は対象耐性が結構しんどいはずなのだ。相手はマスマキちゃんでティアラを落として持ち融合。何が出るかな。およデスティア一体何が出るのだ。マスカレイドだったのだ。まあこれは放置でも OK なはずなのだ。それよりもこのアナコンダを向かっておくのは良くないのだ。さっきフーリーでサーチした罠は発動なのだ。デッキからいらないロンドを装備させてコントロールダッシュなのだ。どこか行ってたら相手は降参。対戦ありがとうございましたなのだ。最後の対戦なのだ。相手は双剣。こっちに誘発がないのでいつもの双剣の動きが全部通るのだ。その間にこのデッキを使ってみた感想を言うのだ。やっぱりみかんこ自体のパワーが結構あるのでみかんこだけでも戦えるんだけどリブロマンサーかもロハが絡まないとなかなかワンキルまで持ってくのは厳しかったのだ。それだけでなくリブロマンサーが相手の妨害を吸ってくれて本命のアラベスクや大姫を通しやすかったり眠いところに手が届く感じだったのだ。何より召喚剣を使わないのがとっても良かったのだ。扱いも簡単だし結構ありよりのありだと思うのだ。さて相手は敵将バロネス敵伏せエンドなのだ。あの伏せは反転だと思うので炎竜族の敵将をリリースして体重を出すのだ。止められてもいい準備にうららが来たのはラッキーなのだ。あとはバロネスをどうするかなのでリークを出そうとしてみるのだ。この時大姫見えちゃうけどバロネスを使ってくれたのだ。これで見えている妨害は全て突破したので本命のみかんこを使っていくのだ。アラベスクで怪獣を戻しつつ風流をリクルートしてバロネスは戻った怪獣で一応リリースしてみかんこだけでは足りないのでインテレでギークを一気召喚するのだ。その金テレはフーリも呼べるので優秀なのだ。ギークのサーチ効果はまだ使ってないのでわあ、しまったのだ。相手の場にモンスターがいなくなった上にリブロマンサーが高機能しなくなってしまったのだ。完全に安全だと思って油断してたのだ。しかも動揺して妨害になる罠を捨ててしまっているのだ。何やってるのだ。これはもう相手が動けないことを祈るしかないのだ。お願い。ここでできたのはシャトリラユニコーン。現在汎用としていろんなデッキに出張中なやつの一人なのだ。うわぁ怪獣。でもなんとか罠のボス効果でアラベスクは回収できるのだ。それにユニコーンは盤面に触る効果は持たないので耐えることはできそうなのだ。エクストラは使わないので除外されても問題ないのだ。相手はこれ以上特に動きもなくターンエンド。なんとかターンが回ってきたのだ。アラベスクもあるしとりあえず展開を試みるのだ。でもユニコーンを戻しちゃうと殴る相手がいなくなるし永続魔法の効果で魔法を使うと墓地が除外されてしまうので気をつけるのだ。でも魔法使うんだけどもどうせ除外されるので早めに除外させとくとするのだ。正直なんとでもなるしね。彼を召喚してアラベスクを装備ザナイロンドをサーチしたらちょっともったいないけど彼をフーリと交代するのだ。いや手札に戻るからそうでもないかな。それじゃ2人でユニコーンを殴るのだ。
ライフを削り切れはしないけど、いい感じのダメージを与えてからザナイロンドでユニコーンを奪うのだ。これで相手にユニコーンを再利用されることはないのだ。相手は転移で展開、これはユニコーンがバウンドされてしまうのだ。でも大丈夫なのだ。西田だけなら展開は伸びないし、ユニコーンはもう一回奪えばいいのだ。予想通りユニコーンはバウンドされたのだ。でも一回出てきたところ、大姫の効果で墓地からイザナイロンドを装備させてもう一回奪うのだ。ここで相手は降参。対戦ありがとうございましたなのだ。楽しいのでみんなもみかんこ使ってみてほしいのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録高評価もよろしくなのだ。バイバイ。